私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智がジャニーさんにマジギレした10年前の珍事とは。20年前の缶詰を臆することなく口にし、はためにはゲテモノと思われる食材にも、あ、これうまいとした鼓を打つのが嵐、大野智。本人も認める通り、少々味音痴の気配を漂わせている彼が、焼肉のこだわりについて8日オンエアのラジオ嵐ディスカバリー FM 横浜で語った。まず焼き加減はちょっと正でもいいぐらいのレアが好みだそうで、こだわるのはその食べ方。焼肉はね、焦って食うのが嫌なんですよ。焼けたら人のところに、はいはいできたよって配る人がいるでしょ。ちょっと待ってよって、あれね、ダメですからってと力説。そういえば7日にオンエアされた嵐の宿題くん日本テレビ系では、相葉も自分の好みの焼き加減があるのにどんどん入れられるのは嫌と語っていた。どうやら嵐メンバーの焼肉には焼きかかりは必要ないようだ。そして僕は10年前から焦ってますけどねと語る大野の10年前の焼肉とは、うちの社長なんですけどね、お皿いっぱいにお肉が来たら、肉をね、全部入れちゃうんですよ、わら。火すら見えない感じ。社長。あれ、ダメですからね。さすが世界のジャニー北川さん、なんとも豪快な焼肉奉行っぷり。ちなみに、関ジャニ無限の村上信五も同じ目に遭い、その場でジャニーさんを叱ったことがあるとか。これはこれでさすがな話。焼肉に限らず、食事はゆっくり取りたいもの。ジャニーさんも肉の一気焼きは控えてくださいね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。